そんなことを考えてらっしゃる、うん、亀井巨人さん面白い。なるほど。でも別に僕の場合、うん、あの両親がもうあれだったんです、うん、あれ出た。要はちょっとあの両親があって母親は母親はちゃんとしますってありますけど、父親の方はなんかその言いにくいけど、うん、ね、あるじゃないですか。だからあの A 型乙女座なのでデリケートなんです。僕も A 型乙女座ですよ。そう、これはちょっと仮面巨人さんに怒られるかもしれない。A 型乙女座はデリケート。田代正史もそうです。マーシーもそうです。なかなかナイーブなところが。この A 型乙女座についてどう思いますか？あの伊集院さん、そのどう思いました、なかなかずるいですね。まあちょっとフォーカスするのは血液型ですね。血液型、あれ結構血液型ぜひ、はい、面白いんですよ。僕血液型当ててくる人大好きなんですよね。普通のタイプで物を結構言ってくる人が多くて、多いですよね。最初に B 型と言われるんですよ。はい、ちょっと変わってるから B 型っぽいだしですね。僕はそう思う、はい、僕は決して変わってる人間とは思わないですけど、みんな変わってるって言いますね。B 型言われて、A 型言われて、AB 型言われて、最後に O 型って言われて、あ、まあ僕 O 型なんですけど、うん、っていう感じでこう、まあ、外していくんですよね、みんな。なかなか一発で当ててもらえないです。についてはどう思います ?A 型がナイーブとか、うん、神経質とか。まあ僕もそれは全然。うん、か今では何とも思ってないんですけど。血液型は何も、その、あ、まあ、輸血するときにまずい組み合わせ、それ以外は何も特にないかなと思ってますね。あれ、私思うに、B 型だけは、なんていうんだろう、B 型だからって言われるじゃないですか。ああ、よく言われます。その子が言われるじゃないですか。で、その子が、なんかそれをよりどころにしてるところはあるなって、ちょっと思うんですよ。うん、B 型だけなんか B 型って言われて、うん、私は B 型だから、うん、っていうのを持ってる気はしてます。あ、だから免罪符ですよ。そう、あっていう意味で後付けで、うん、なんていうの、僕 A 型なんですね。僕も A 型で、だから B 型とは合わないって言われるんです、うんうん、だからそのよく好きになる子が B 型だったケースが多いんですけど、合わない、向こうも合わないと思ってるから、うん、合わないんですよ。っていうのはちょっと感じてます。うん、なんかその先入観、うん、なんかちょっと変わった人見るとみんな B 型っていいですよ。みんな言いますよ、ね。言いますね。で、結構なタイミングで B 型じゃないですか。うん、あとなんか そっちにはまっていく B 型、うん、なんか後付けな感じはすごいしてるんですけど。うん、ただ A 型乙女座だけは、うん、ナイーブっていうのはちょっと譲れない。A 型乙女座。あ、そう。まあ田代正史、うちのお父ちゃん隊長。うん、そう。隊長違うな。うん。ただやっぱりちょっと別の問題かもしれません。うん。で、そんな亀井巨人さんもエニアグラムは、うん、なんかその信じるに値する、信じるというかしっくりくる。しっくりくる。うん。はい。それぞれ定義されてる、まあ、ものに当てはめるときのコストが安いですよね、エニアグラムは。例えばコストが安いというと、序列をつけると太平記論とエニアグラムが同じぐらい、関数学がその次でいて、最後にホロスコープっていうのを書いてまして、コストで言うとエニアグラムだとちょっと前にあった反応ってタイプセンターが分かるっていう感じで、あんまり情報が得る必要がない感じですよね。例えばこう寒い時に、あ、寒い、ちょっと早く暖房入れなきゃとか、あ、寒いな、ちょっと、あ、これは車のフロントガラス凍ってるから、なんか解消剤持ってこないといけないとか、あとはなんか、あの時寒かったなとかっていうので、だいたいセンター分けがされてとかいう、おっいいところとか、太平記論だったらこう歩き方とかをパッと見た時になんとなくわかる。で、まあ、手相とか関数学だと顔をじっくり見たり、手のひら見ないといけないですね。まあ、エニアグラムとか太平記論とか、なるほど、まあ、そういう意味で。そうそうそう。で、ホロスコープがすごいですね。生年月日と生まれた場所とその時間帯が必要なんですよ、ね。これ得るのはなかなか難しいですよね。自分の知らないですもんね。生まれた時間と知られてます。そうですね。生、はい、年月日は分かりますけど、
まあ、母子手帳に書いてあるんだよな、ご覧いただくといいかもしれないです。あ、そうか、母子手帳。あー、なるほど。うん、見たことない。あるんだね。僕はありますよ。へえ、なるほど。っていう感じで、まあ、エニアグラムがなかなかこう、導入は手軽だなと。なんで、それがやっぱり、人を見るというか、うん、人とコミュニケーションを図るときに、エニアグラムと対比、対比論。あ、すいません、まあ、コミュニケーションどういうとかなとか言ってたんですけど、ただ、興味があったからですね。コミュニケーション使うかどうかではなくて、ただ知りたかっただけです。ああ。どんな感じかなっていうのは。うん。まあ、コミュニケーションだったら手相を見せての方が取れそうですもんね。まあ、そうです、ね。そっちの方が有効ですよ、ね。うん。そうですね。女子に対しては。ただ僕、男性の手見る方が面白いんですよ。男性結構隠してますからね。女性は結構分かりやすいんですけど、男性って手のひら見ると、こんな人だったのかっていうのが結構出てきて、これ、カメラで映るのかな？どうですかね。ちょっといいですか？ごめんなさい。ぼやけるかもしれない。あんまり近いですよ、ぼやけるかもしれない。ああ。やっぱ映らないですね。いいです、ごめんなさい。まあなんか、ね、見れるって言って、なんも、なんか、ちょっと見せびらかさないの悪いんで、ちょっとだけ、中指と薬指、ご覧いただいていいですか？中指と薬指です。薬指、はい。中指と薬指ですね。これ、お互い寄ってる形になってますか？これどういうことですか？どうですか？普通ですね。大丈夫ですね。あ、いや、あ、寄ってるかな。今のはマザコン男の見分け方ですね。中指が薬指に寄ってる、はい、男性というか人は、お母さんのことが大好きな人ですね。へえ。ただこれあんまり言わない方がいいですね。お母さん亡くされてる方がいて、うっかりやらかしたことが3回ぐらいあるんですよね。ああ、要はその好きな人なのにっていうことですね。そうですね、お母さんのことが好きなんですけど、まあ、お母さん亡くなりましたっていうので変な空気にしたことがありまして、まあ、あんまり予想じゃ使わないかなっていう。なるほど。なるほど。でも、あ、見てほしかったな。でも、なんかね、そっちに今、うん、僕は引っ張られてしまう人なんだよ。引っ張られるタイプですもんね。そう、引っ張られるタイプ。いいこと言う人にしか見せたくない。そう、悪いこと言われると嫌だから、占いもしない。占いもしないです。ああ。嫌です。ね、しいたけ占いは大抵いいこと言うから。そう、元気づけてくれるから、ガンガン見ます。今楽しみでしょうがない、うん、週の月曜日が、週の初めが、あパッとなんか遠目で見えた感じだと友人屋さん調整タイプっぽかったですね。はい、調整屋さんみたいな感じがしましたね。調整、はい、あ、そうなん、調整してますかね、 M8 でももう、まあ、それが、うん、それでなんかずっと生きていけるならうん、それでいいです、うん、本当はなんかその王者の風格ですねと言われたかったんですけど、ね、なんか悲しき王者の風格が出てますみたいな、そう、悲しき実務家なんですね多分。すみません、ちょっとはっきり見れればですね、やれるとは思うんですけど、ちょっとカメラの都合上この辺限界かなと、よかった、あまりこう気になっちゃうから。気になっちゃうから、ね。まあ、お会いする機会があった時にじっくり見せていただければと思います。関東。あ、僕ですか。はい。いや、僕はですね、ちょっとすみません、これ、ま、言いづらいところなんで、だから。まあ、まあ、黒歴史ですよね。黒歴史チャンネル。黒歴史チャンネル。そういうわけじゃないですよ。もしくは、本物ラファエルさん。かもしれない、実は。実は。あの人は結構でかかったっすよ。宗教も詳しい、宗教関係。ああ、宗教、そうですね、宗教、あ、詳しいって言うと、もっと詳しいやつがどんどん出てくるから怖いですね。あ、まあ、なるほど。まあ、結局そうなんですよね。俺たち詳しくないスタンスでどんどん喋る。ああ、なるほど。あ、罰当たりの、考察があるんですよね、結構。本当、宗教に対して。あ、そうです、そうです。ここに書いてあるのは、宗教が必要なのは、ライフハック集だから。うん、ああ、でも僕も同じこと。なるほど。うん、あ、そのライフハック集のところは、まあ、まだ健全かなという内容なんですけど、はい、うん。あ、ちょっとじゃあその内容、さらっと喋ってもよろしいでしょうか。はい、もう全然よろしくお願いします。あ、なんか、なんとか教とかなんとか教とか、まあ、昔から続いてる宗教ですね。新興宗教を除く、まあ、昔から。鎌倉仏教。
もですし、まあ、とか、その源流の原始仏教だったり、一神教のまとまりだったりですけど、なんかよく教義とか見ると、結構普通、今の感覚で言うと普通のこと書いてますよね。正しく行きましょうみたいな。そうです、そうです。結局、そこですよね。で、あと、細かな、その、地域ごとの差異があると。例えば、破傷風な、髭剃りな刃物を使うな、破傷風になるからっていう格好脇が抜けてるって、だったり、ああ、なるほど。E 型肝炎になるから豚肉を食べるなとか。あ、元は、それだけど、その格好。ライフハック。なるほど。うん、なんですよね。人生の知恵みたいな。おばあちゃんのポポト焼きの、ここに書いてあるような。あ、そうです。ただ、なんていうかな、偉そうな群れのリーダーが言っても聞かないこともあるんで、権威づけに、どこぞの偉い神様なんかをお持ち出したりして出せようかな。神が言ってると。そういう神のお告げじゃん。うん、でもまあ、僕、それで正しくいけるなら、うん、そう。便利ですよね、うん。っていうことですよね。うん。で、今、そうですね、今一番でっかい神様は科学ですかね。ああ、科学。ああ、なるほど。神様に今、お祈りを捧げてる感じです。科学者は神の使い。ああ、やめとこう。違うんですよ。ワクチンってどうなんでしょうね。うん、何が本当か分かんないんです、ワクチン。特に女性の。子宮頸がん。子宮頸がん、ワクチン。うんうん、親戚の看護師さんは、絶対打った方がいい。って言うんです。もうこれ、要はなんか今ちょうど小学校卒業したばかり。要はこれから多分その、まあ、生態系とかしていくにあたり、まあ、子宮頸がんってそこからだよ。だと思う。っていう話がありながら、こっちではその武田邦彦教授とかが、ああみたいな話をされるわけじゃないですか。これ誰が本当のこと言ってるの？うん、で、なんか今回のこのコロナ禍のワクチンも、打たなかったら死ななかったのにっていう人もいる、うんうん、し、ホリエモンの動画見ると、打てと、うん。打ったから死ななかった人もいるんじゃないですか。そうそう、ね、で、この辺で僕は迷うわけです。うん、誰が本当のこと言ってるの？本当のことも何もないんじゃないですか。お釈迦様みたいですね。あ、そうですね。これ今このやり取りについてどう思われますか？まあそうですね、宗教戦争だなという感じがしましたね。あ、そうですね、そうですね。ユージヤさんはどっちの神様を拝むのかなというのは楽しみでしょうがないですね。だから今どこも拝んでない。あ、そうですか。どこも拝んでない状態です今。今度は結局打ってない、うん、打ってない打ってないから打ってない方を信じてる、結果信じてるかもしれないですね、うん、その神様の正体を暴きたいと思ったら、いっぱい出てる論文を山ほど読まないといけないんですよね。例えば治験のデータなんかを、うん、で神の姿を暴くことが必要なんですけど、はい、そんなガッツのある人はいないでしょうね。そう多くはないと思います、うん、だって全部英語で書かれてる。僕多分打ちますよ、はい、僕は多分打ちますよ。あ、今回のコロナワクチンは打つ、うん、打ちましたアピール出したね。あ、うん、僕打ったから安心ですよアピール出したい。あ、でもまあ今後、うん、会社からも言われてるんです、うんうん、いやもうちゃんと打ちなさい、うんうん、でもこれにはもう抗えないんだろうなとは思ってます、うん、あ、だから多分僕も会社的なここの場所的な部分で安心アピールです。安心アピールのために打ちたいから、多分企業はそっちを選択する以外ないかなとは思うんですよね、はい、そう思います。そうなんです、ね、うん、でそれが効くか効かないかはもう二の次じゃないですか、うん、僕の中で、うん、じゃあコロナウイルスって書いてある生理食塩水打ってもらってもいいですよね、うん、正直なところ。あ、そう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 、あ、うん、で打ちました証明さえ見られれば。いや、まあそうです。だったらもう僕も、うん、小麦粉でいいです。小麦粉打ったらまずい気もしますけどね。プラシーボでいい。あ、飲み薬。あ、もう、うん、なんかそういう、はいはいはい、嘘でいいです、はい、うん、まあ、それでこれ医療従事者の方がきっと怒るかもしれないですけどね、感覚としてはそんな感じですね、うん、まあ、亡くなるときは亡くなりますからね、うん、人間は。そうそうっていうのが今見えました、ね、あ、そういうことか。うんうん、で僕は迷子なんですよ、うん、どうすべきか、誰が本当のこと言ってるのか、うん、で結局その、うん、マスコミじゃない方に、うん、結果信じてる形になってるんですよね多分。マスコミもでも副反応があったり触りますよね。ああ、そうですね。その辺の不毛なのがね、マスコミは叩きたい
人たち煽りたい、煽って視聴率を稼ごうみたいなのが目に見えてるっていうか、そういう感じに伝わってくる、うん